こんにちは、 YouTube 図書館のアッキーです。それでは今回は忙しい社長のための休む技術について解説していきます。この本本当に最高でした。働きすぎな人、頑張りすぎな人にぜひ読んでほしいです。機械とは違って人間にはリズムがあります。日中に活動して夜に眠ります。そして起きている時も何時間か集中した後はエネルギーを補給する休みが必要です。しかし実際には僕たちの生活は休みが不足しています。マラソンと短距離の違いを考えてください。マラソンは目に見えないゴールを目指して長距離を走ります。この時ゴールまで走り切れるように一定のペースを守って走ります。全力で走る人はいないです。一方短距離走では全力で走り切ります。僕たちの人生は短距離ではないです。マラソンに似ています。人生のマラソンを走り切るには短距離に分割することが重要です。与えられた課題に短時間だけ全力で取り組んで、その後は十分に休みを取る必要があります。この動画ではぐっすり眠るポイント3個、回復の波を作る、インターバルトレーニング、現実的楽観主義になる、一つのことに集中する、習慣化のポイント5個、それぞれ解説していきます。最新科学に基づいた集中力やモチベーションを高める方法について、わかりやすく説明していきます。勉強になった、試してみたいと思った人は、いいねやコメントをください。それでは、ぐっすり眠るポイント3個解説します。睡眠が足りていないと認知能力が低下して感情が不安定になります。また病気もかかりやすいです。しかし多くの人が忙しい時に真っ先に睡眠時間を犠牲にします。もうこれはやめてください。もっとあなたは寝る必要があります。具体的には7時間から9時間の睡眠が必要です。ちなみに調査によると5時間睡眠の人で5時間未満の睡眠で大丈夫な人の割合は端数を除くと 0% のようです。5時間未満の人は本当に気をつけてください。多くの人が睡眠不足によって自分の能力、自分の機能がどれだけ低下しているかに気づいていないです。ここではぐっすり眠るポイントを3個紹介します。必ずこの3個をやってみてください。1個目、寝る1時間前から刺激を避けることです。寝る時間が近くなったら、スマートフォン、テレビ、インターネットなどの刺激を与えるものを避けてください。その代わりにリラックスできる活動を取り入れてください。ハーブティーを飲んだり、音楽を聴いたり、YouTube 図書館を聴いたり、本を読んでください。照明を暗くして、自然と眠たくなる環境を作ってください。2個目、不安を書き出すことです。生きているとたくさんの不安があります。眠りにつく前にリラックスしてください。照明を消す前に、あなたが不安に思っていることを紙に書き出してください。頭の中にあることを書き出すと、不安を一旦消し去ることができます。3個目、寝る時間を決めておく。あらかじめ寝る時間を決めてください。そして必ず守ってください。寝る時間を決めないと、ずるずると眠るのが遅くなります。続いて、回復の波を作ってください。人間の体は夜にだけ休むように実はできていないです。人間の体っていうのは寝る時だけではなく、目覚めている時も90分の周期があります。実際に人の体は90分おきに休みを求めています。調査によると、優れた実績を上げるアスリートとか経営者は90分の周期で活動して、その後はしっかりと休憩しています。継続してあなたが働いても生産性は上がらないです。結果が出ないです。一つの行動にかかる時間を今日から最大90分に制限してください。90分ごとに必ず休みを取ってください。続いてインターバルトレーニングについてです。体を動かすことは健康の原動力になります。運動が少なすぎると睡眠不足と同じで、全ての面で体を弱らせて能力が衰えていきます。積極的な運動と深い睡眠のバランスをとってください。体も頭脳も能力が劇的に高まります。調査によると、運動は精神的な健康と幸福感を改善して、うつや不安を軽減してくれます。そしておすすめの運動がインターバルトレーニングです。インターバルトレーニングでは激しい運動と休みを交互に取り入れます。
例えば腕立て伏せをしてその場でジャンプする動作を20秒間やってください。その後は10秒休憩をしてください。これを8セット繰り返してください。これによって短時間で身体能力を最大化できます。注意点は毎日やらないことです。週2回程度にしてください。続いて現実的楽観主義についてです。現実的楽観主義とは現実を受け入れてその中に満足できる意味を見つけることです。つまり楽観主義と悲観主義のバランスをとった考え方です。例えば極端な楽観主義は物事に対する危機感がなくなって失敗から学ぶことができないです。一方で極端な悲観主義は視野が狭くなってネガティブな感情を長い時間引きずります。場合によっては健康や考え方に悪影響を及ぼします。しかし現実的楽観主義は現実を見ながら楽観主義と悲観主義の間でバランスをとります。希望に満ちたポジティブな考え方を持ちながら望ましい結果が起こるかもしれない、でも起こらないかもしれない、そう考えます。この現実的楽観主義の特徴は3つあります。この3つを必ず押さえてください。1つ目、過去の出来事を否定的に捉えないことです。2つ目、現実のポジティブな側面に積極的に感謝することです。3つ目、将来の可能性に目を向けることです。過去の出来事を否定的に捉えないでください。勉強しなかった、学歴が良くない、過去は関係ないです。そして今いいところに感謝をしてください。今の仕事メンバーに感謝することです。そして3つ目が将来の可能性に目を向けることです。あなたの人生は必ず良くなる、将来絶対に良くなる、その可能性に目を向けてください。多くの研究によるとネガティブな結果を避けるよりもポジティブな結果に集中した方が粘り強さが出ます。今の現実を認識して今あなたができることに目を向けてください。重要なのは将来いい結果につながるように正しく優先課題を見極めて実際に行動することです。現実的かつ楽観的に物事を考えてください。続いて一つのことに集中する。毎日世界中で20億以上の電子メールがやり取りされています。2009年時点で推定7500万人のブロガーが存在してウェブサイトの数はなんと5000万もあります。僕たちっていうのは休むことなく誘惑にさらされています。この1ヶ月の間であなたが LINE とか電子メールをチェックせずに過ごした最長の時間は何時間ですか？普通の人と一流の人の違いは注意をそらさずに集中できているかどうかです。集中力をコントロールする能力はあなたの生産性を上げる基礎です。しかし人の脳っていうのは一度に与えられる情報が多くなればなるほどうまく吸収できないです。多くの人っていうのは仕事の生産性を上げようとマルチタスクをやります。しかしそもそもマルチタスクはコンピューターから生まれた言葉です。複数のアプリケーションを同時に稼働させると効率が上がります。しかし人間にはそんな能力はないです。コンピューターと違って人間は仕事を一つずつやるしかないです。人の脳っていうのは同時に2つのことに注意を向けられないです。マルチタスクをしていると言い張る人は残念ながら複数のタスクを切り替えているだけです。例えば運転中に携帯電話を使うと事故を起こすリスクが4倍になります。マルチタスクできないです。飲酒運転をしている時の事故率と同じです。一度に一つの作業に集中してください。あなたが人生を変える結果を出す時っていうのはマルチタスクではなくて一度に一つの作業に集中している時です。続いて習慣化のポイント5個。人は新しく何かを続けようとするとき失敗することが多いです。調査によるとダイエットで減量に成功した人の 95% がリバウンドをします。努力だけではいい結果は生まれないです。長続きするには意志の力に頼るのではなくて習慣化することが重要です。人は習慣の生き物です。人間の行動の 95% が習慣で成り立っています。僕は本を読む習慣があります。あなたも結果を出したいのであれば本を読む習慣、しっかりと習慣の力をつけてください。習慣化のポイントを5個伝えます。1個目、小さく始めることです。行動を起こす時の意思の力は限られています。この限られた意思をいくつかの行動に分散させるよりも一つの習慣作りに使ってください。複
複数の行動を同時にこなそうとすると全て失敗してしまいます。習慣作りは必ず小さく始めてください。小さく始めて小さな成功を積み重ねてください。例えばデスクワークをしている人は週に3回の散歩を習慣にする方が週に5回のジョギングをするよりも成功確率が高いです。小さく始めれるようになってください。2個目、場所と時間を決める。いつどこで課題をやるか事前に決めてください。その方がやり遂げる確率が8倍も高くなります。いつやるのか、どこでやるかを具体的に決めてください。3個目、行動に集中する。何かの誘惑に抵抗するよりも事前に決めた行動に集中してください。例えばダイエットであれば一日中食べ物の誘惑に抵抗するのではなく食べるものをあらかじめ決めてください。その方が成功率は高くなります。重要なのは食べ物の誘惑に抵抗するよりも誘惑を最初から避けることです。例えばお腹が空いている時のおやつを避けるには健康的なお菓子を決まった時間に食べた方がいいです。4個目、抵抗を予測する。変化への抵抗を予想してください。人は変化しないことで安心感を得ます。そのため無意識に現状を維持しようとします。僕たちは変わりたいのに変われないです。変わりたいのになかなか行動できないです。これを防ぐためにあなたが行動したら得られるものと行動しなかったら失うものを比較してみてください。大抵の場合行動した結果得られるものの方が大きいです。5個目、周りのサポートを得ることです。一人で習慣化はできないです。勉強したいのであれば一人で頑張るのではなくて勉強仲間を作ってください。まずはあなたの行動を変えることを周りに約束してください。約束をすると責任が生まれます。約束を守る必要があります。例えば同じ目的を持つ人とパートナーになってください。一気に成功率が上がります。重要なのはお互いに進捗をチェックし合って定期的に状況を報告することです。一緒に勉強するのであれば定期的にお互いの進捗をチェックしてください。お互いの勉強の成果を報告し合ってください。それをすることによって継続することができます。それではまとめいきます。ぐっすり眠るためのポイント3個。ほとんどの人が忙しい時に睡眠時間を犠牲にしています。しかし僕たちは7時間から9時間寝る必要があります。ポイントの1個目、寝る1時間前から刺激を避けることです。テレビなどの刺激を与えるものを避けてください。その代わりにリラックスできる活動を取り入れてください。ハーブティーを飲んだり音楽を聴いたり本を読んでみてください。2個目、不安を書き出す。眠りにつくにはリラックスが大切です。照明を消す前にあなたが不安に思っていることを紙に書き出してください。3個目、寝る時間を決める。あらかじめ寝る時間を決めてください。そしてそれを必ず守ってください。寝る時間を決めないとずるずると寝るのが遅くなります。続いて回復の波を作る。人の体は90分おきに休みを求めています。一つの行動にかける時間を最大90分に制限してください。そして90分ごとに必ず休みを取ってください。続いてインターバルトレーニング。体を動かすことは健康の原動力になります。運動が少なすぎると睡眠不足と同じで全ての面で体を弱らせます。積極的な運動と深い睡眠のバランスをとってください。身体面だけでなく頭脳面でもあなたの能力を劇的に高めることができます。定期的に運動をしてください。おすすめの運動がインターバルトレーニングです。腕立て伏せをしてその場でジャンプを20秒間やってください。その後10秒休憩してください。これを8セット繰り返してみてください。注意点は毎日やらないことです。週2回程度にしてください。続いて現実的楽観主義になってください。現実的楽観主義とは楽観主義と悲観主義のバランスをとった考え方です。特徴は3つです。1つ目、過去の出来事を否定的に捉えないこと。2つ目、現実のポジティブな側面に積極的に感謝すること。3つ目、将来の可能性に目を向けることです。現実を認識した上で今あなたができることに目を向けてください。重要なのは将来いい結果につながるように正しく優先課題を見極めて実際に行動に移すことです。
続いて一つのことに集中する一流の人と普通の人の違いは何か。それは注意をそらさずに集中できているかどうかです。集中している人が一流の人、集中できていない人が普通の人です。人間の脳っていうのは一度に与えられる情報が多くなるほどうまく吸収できないです。そのため人間はマルチタスクはできないです。一度に一つの作業に集中してください。続いて習慣化のポイント5個。ダイエットで成功した人の 95% がリバウンドをします。努力だけでいい結果は生まれないです。長続きしないと結果は出ないです。長続きする変化を起こすには意志の力に頼るのではなくて習慣化することが重要です。ポイントは5個です。1個目、小さく始める。習慣作りは1個ずつ小さく始めてください。小さく始めて小さな成功を積み重ねてください。2個目、場所と時間を決める。いつどこで課題をやるか事前に決めてください。やり遂げる確率が8倍高くなります。3個目、行動に集中する。誘惑に抵抗するよりも誘惑を最初から避けてください。行動をあらかじめ計画して実行することに集中してください。4個目、抵抗を予想する。人は無意識に現状を維持します。変化しようとしてもなかなか行動できないです。これを防ぐためにあなたが行動したら得られるものと行動しなかったら失うものを比較してみてください。5個目、周りのサポートを得ることです。同じ目的を持つ人とパートナーになってください。成功率が格段に上がります。重要なのはお互いに進捗をチェックし合って定期的に状況報告することです。解説は以上です。集中力やモチベーションを高める方法について解説してきました。今回の解説が参考になったという人はいいねやコメントをください。休まない人は成功しないです。正しい休み方がわからない人、もっと学びたい人はこの本を3回読むことをお勧めします。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。